さあ大阪堺の堺東にやってきました。堺で唯一の酒蔵さん、利休蔵のアンテナショップなんです。いやー楽しみです。乾杯。酒匠日本酒学講師、酒ディプロマ3冠達成の吉川脇です。さあ今日はですね、利休蔵さんのお茶のリキュールを紹介します。リキュール、リキュール、え、千のリキュール、リキュール、え、万歳。さあお茶のリキュールがこちらです。妙茶、なんと千のリキュールの奥様、方針妙樹の妙から取って名付けられたのがこの妙茶なんです。なんと3種類あるんですよ。で、一つが抹茶、宇治抹茶 100% 使用しています。そしてこちらが桜抹茶です。そしてこちらがほうじ茶。では早速妙茶をいただきます。まずはですね、妙茶の抹茶リキュールをいただきます。見てください、見た目からして綺麗なグリーンティーみたいな、はい、美しいですよね。それでは乾杯。ああ本当に、え、これなんかね、香りだけ嗅ぐと目つぶったら、え、本当にグリーンティーみたいな爽やかないい香りが漂ってます。あー美味しい、飲みやすい。あのね、あの甘みがすごくね自然なんですよ、うん、甘ったるくないですし、でほのかにこの抹茶のほろ苦さで、後味がさらっとすっきりしてるんです。私ね、普段リキュールってこう甘い印象があるんですよ、甘ったる、なので普段あまり飲まないんですけれども、この抹茶リキュールは美味しい、忖度なく美味しい。さあさっきはストレートでいただきました。で、私なりにこれ合うんじゃないかなという美味しい飲み方を考えてみました。それがこちらです。ロック、まあ、これはすぐ思いつきますよね。皆さん氷入れました。それでは乾杯。あー飲みやすい、クイクイっていきますね。でこちらのリキュールはアルコール度数 8% なんですけれども、このロックにすることによって、でアルコール度数ちょっとね下げられるので、飲みやすく口当たりが良くなりました。これね美味しい、夏に飲みたい。これからね暑くなってくるじゃないですか、そういった時にねクイーッと飲んで、うわほっこりします、癒されます。で、あとこれはぜひともね女性にやっていただきたい、インスタ映えするようないちごを合わせていただきたいなと思いました。いちごをね刻んで、でこれを中に入れますね。抹茶といちごって合いませんか、皆さんどうですか。私よくね抹茶といちごっていうねこの飲み方をするんですけれども、ここに、うわーこれ絵力から、ある綺麗くない緑とこの赤のコントラスト、器もいいですよね。わあ、なんかこうバーで出てきたらこれ女性の方ね、あ、いいな、おしゃれだなと思います。それではいただきます。あ、おいしい、うん、このねいちごの酸味とこの抹茶の甘みが合わさって、これおいしいです。はい、なんか口の中がこうバブリー感増しますね。でいちごのプチプチという食感も楽しめますし、はあ、美味しいさあ今度は桜抹茶リキュール、宇治抹茶 100% にですね桜葉のパウダーが入ってるんです。さあいただきます。あ、もう香りから桜餅すごい華やかです、香りが。おー、これまた美味しい。口の中がですね
パーッとこう花が咲いたような、うん、口の中でこう春を感じている桜を今年はね、ね、やっぱりお花見できなかったじゃないですか。こうお外で飲みたくなるような桜をこうめでてるような感じがします、口の中で。で、桜のこう華やかな風味もするんですけれども、やっぱり抹茶で結構ね、あのお酒のこの爽やかさも感じながらも、で後味がすっきりなんですよ。これもまた美味しいです。さあ、こちらもいろんな飲み方考えてみました。桜抹茶の牛乳割りを今から作ってみます。そう、まず茶のリキュールを入れて、でその上から牛乳を注ぎます。わー、綺麗な色合いに変わってきましたよ。で混ぜます。さあ、色もすごい綺麗ですよね。それではいただきます。これ絶対女子受けする、おいしい。あの牛乳が合わさることによってまろやかになりますね。うん、まろやかになって甘みも増す。でも肝心な美味しいところがやっぱり後味が甘ったるくない、さっとすっきりです。これがいいところなんですよね。あの茗茶のいいところが、もう後味が甘ったるくない、すっきりです。で、美味しいお酒っていうのはやっぱり後味が綺麗なんですね。ああ、もうこれだったらもうグビグビいただきます、飲めますね。さあ、続きまして今度はこちらです。グラスにですね、お塩をつけてます。まあ、まるでなんかソルティドッグみたいないただき方で、やっぱり桜餅のこう風味がするの で桜餅っていうのはやっぱりお塩が合うんじゃないかなと思いました。実際にいただきます。こういう出し方もおしゃれですよね。まさしく映えるような、こうバーで出てきたらね、これおしゃれですよね。それではいただきます。うん、あ、これ美味しい。これもね、お塩が合わさることによって甘さがより引き立ちます。うん、やっぱりこの甘いのとこう塩気しょっぱいのって合いますよね。これなんか自画自賛美味しいです。続きましてほうじ茶リキュールです。九州のやめ茶 100% なんです。さあ、それでは乾杯。すごい、もうほうじ茶、ほうじ茶香りが香ばしい。これ私一番好きかも。香ばしさも感じながらもお茶の甘み、そして、ほのかにお酒のね、こう旨味っても感じられるんですよね。後味がさらっとすっきりです。へえ、いやー、美味しい。で、あのボトルもね、すごくおしゃれじゃないですか。で、これは実はですね、東京芸大の学生さんがイラストしてくださったんですよ。で、おしゃれですし、あと洗練されている。で、よく見るとこのね、あの英語も入っているので、日本だけではなくて海外からもね、受けそうな、そういった洗練されたラベル、デザインです。こちらもいろんな飲み方を考えてみました。もうこれはですね、これからの時期にぜひとも飲んでほしい飲み方です。ソーダ割り、そうだそうだ、しょうもな。ソーダ、今ね、あのハイボールとかそういうソーダ割りって人気じゃないですか。いいですよね、この炭酸。あー、なんともこれ絵力あります。いいですね、この泡泡感見ただけでも、
夏が来た、爽やかだな。蒸し暑い時とかにね、こういった飲み方おすすめですよ。それでは乾杯。あ、おいしい。あ、口当たりが良くなりますね。喉越し最高です。で、こう炭酸で割ってもですね、この香ばしさも感じながらも、ほうじ茶の甘み、そして日本酒の旨みもこう消えずに程よく残ってるんです、ね、なので、まあ、お酒好きの方はもちろんなんですけれども、普段お酒飲まないなという方にもぜひとも飲んでほしい。この飲み方、ここからあのお酒入ってほしい、うん、そんな方にはね、もうおすすめな飲み方です。さあ、やっぱりね、お酒にはあて、つまみが必要なんですよ。ということで考えたのがこちらです。そう、あんこです。昔からこう酒好きはね、こういうあんこ、甘いものが欲しくなる、そういったものと合わせたくなると言われてるんですけれども、そう、やっぱりお茶にはあんこですよ。いただきます。うん、あ、美味しいわ。落ち着く。あー、おいしい。これはエンドレスです。エンドレスでいただける。うん、あー、こう頑張った自分へのご褒美に夜ですね、晩酌代わりにいいです、この飲み方。うん、あー、いや、甘いものを好きな方にはこの飲み方おすすめですね。うん、まあね、未成年の方はお酒飲めないんですけれども、それ以上の方は、え、普段ちょっとお酒飲んでないとかね、あの日本酒、そういったリキュールね、普段飲んでない方にはこのあんこと合わせたらハマってくれるんじゃないかな。さあ、今度はですね、飲み方ではなくって新しい楽しみ方の提案です。こちらご覧ください。そう、かき氷よ。やっぱりね、リキュールが美味しいのでかき氷にしたくなりました。ね、もうやっぱりこれから蒸し暑く、どんどん暑くなってくるときに、もうかき氷にかけたくなったんですね。はい、かけていきます。わー、あ、いい感じの綺麗なグリーンですね。それでは、いただきます。おいしい。うん、もうシャリシャリですし、あと、うん、このリキュールがいいお仕事してます。おいしいわ。で、あっさりしてます。やっぱりかき氷にすることによって、これだと夏暑い時にちょっと冷たいもん、アイス食べたいなという時にかき氷おすすめです。さあ、今はですね、抹茶のリキュールをかけました。で、桜リキュールであったりとか、抹茶、ほうじ茶リキュールであったり、すべてに合います。で、これね、あんこものせたらさらに合うと思うんですよ。いただきますね。うん、うん、あ、美味しさ倍増。で、あの白玉もトッピングして、食べると、もう立派な、いわゆるかき氷パフェです。で、本当に楽しみ方ね、無限なんですよ。例えばスイーツ作りにこのリキュールを加えてあげたりとか、で、お料理にも使えると思うので、もう考えたらもう何通り、何十通り、何百通りって使えます。いや、ここまであの幅広く使えるお酒ってなかなかないですので、ぜひ皆さん、いろんな合わせ方を楽しんでください。で、こちらの妙茶買いたいなという方は、もちろんこちらの栄東のリキューグラさんのアンテナショップで買います。なんですが、リキューグラさんのホームページご覧いただきまして、ネットショッピングもされてますので、よかったらそちらの方からポチッとお買い求めいただければと思います。さあ、今日はですね、大阪堺に唯一の酒蔵、
リキューグラさんのお茶リキュールシリーズ妙茶を紹介しました。ということで皆さん、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。以上、日本酒女子の酒講座でした。またねー。